アイテム番号 SCP-485JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-485JP に指定される地域へはエージェント、プロトコル WG-600、出張者、ME-911、観光夫婦を指定した財団エージェントを少なくとも3人滞在させ、当該の地域の監視に当たらせてください。エージェントは一定の日数ごとに交代させてください。当該地域から外部に発信される情報は検閲し、その異常性が外部に漏洩することを防いでください。必要ならば当該地域の住民にはクラス A 記憶処理を行い、当該地域の住民が行う SNS やブログは全て監視してください。当該地域全体の封じ込めは現在保有されています。説明 SCP-485JP は、県、町に存在する、住宅地にて、1月、3月、5月、7月、8月、10月、12月の末日に行われる異常なイベントです。SCP-485JP の発生する地域には大きく分けて2つの異常性が見られます。当該地域内での日付に関する認識異常。当該地域内に在住する人間の、ハロウィン、への強い関心。住宅地に指定される地域内の人間、探査のために送り込まれたエージェント、D クラスもこの影響を受けた、は、イベントの開催月を、10月である、と認識します。当該の地域の気候がおよそ本来の10月とはかけ離れていたとしても、影響を受けた人間は、例年よりも暑い、寒い、異常の疑念を抱くことはありません。地域内にて日常的に使用されているカレンダー、携帯電話、ゲーム機などの日付を示すものもまたこの異常性の影響を受けており、外部からこれらを持ち込んだ場合、地域内の人間はそれらに示されている日付を正しく認識することができません。当該の地域内にて、カメラを用いてカレンダーを撮影した場合、異常な日付を示すカレンダーが撮影されました。住宅地に在住位置している人間は、共通して、ハロウィン、への強い関心を持ちます。地域内では子供のほとんど全員が自発的に仮装衣装を脱い、大人はイベント開催日時の直前になると大量の菓子を買い込みます。この異常性から、当該地域の商業形態にはその他の地域に比べ若干の差、個人設立の縫製教室の極端な集中、小学校における家庭科の授業の頻度、小売店での販売商品の偏り、が見られます。これらの反応はほとんど脅迫的とも取れるものであり、当該地域の小学校に担任教師に偽装して送り込んだエージェントによってハロウィンイベントを禁止する試みは、生徒全員の親からの強い抗議、生徒の一人の自殺未遂、生徒、教員によるエージェントへのリンチ未遂などの理由から失敗しました。住宅地は20-08に財団によってその異常性を認められ、収容対象となりました。居住者の一人によるイベントの写真が SNS にアップロードされ、同様の書き込みが特定の地域から集中して発せられていたことが財団にマークされました。ほい、アニゼロ、10、SCP-485JP 指定地域にて門柱やアスファルトに、住宅街に死角を生み出さないような配置で、設置されていた大量の監視カメラが発見されました。すぐさまエージェントによってその大部分は回収されましたが、その翌日には同じ場所にカメラが再生しました。こちらから設置の瞬間を撮影しようとする試みは全て失敗しており、カメラがどこに映像を送信しているかを追跡する試みは失敗しました。ほい、イハロウィンイベント、インタビューログ。対象 SCP-485JP 内部にて、ハロウィンイベントを行っている最中の小学生グループ。付近インタビューは20年12月31日に行われた。エージェント、黒土こんばんは。子供たちこんばんは、トリック、オア、トリート。エージェント、黒土母、空、これをあげようね。エージェントは手に持っていた飴の袋を開け、子供たちに均等に菓子を渡す。子供、ありがとう。じゃあ、僕たちもう行くから。エージェント、黒土ちょっと待って。冬休みの宿題は終わったかい。子供、終わったよ。ハロウィンやらないといけないからな。エージェント、黒土それはよかった。お菓子、一つもらってもいいかな。子供、ダメだな。あと一つ多くもらったら追い抜けるし。エージェント、黒土追い抜ける誰を。子供、ミサトちゃん。
さとちゃん今612個もらってるから、ギリギリ抜けそうなんだ。子供、B、子供、A が、みさとちゃん、と呼んだ児童、子供、A を遮る、A、そんなことないないない、だって私ねえ、あとねえ、竹中さんとことねえ、樋口さんとことねえ、あと樋口のばあちゃんのとこももらいに行くもん、私が竹中さんとさ、樋口さんにさ、って言ったらね、私にお菓子全部くれるって、言ってたもん、抜かせないよ。エージェント、黒土、そうかい。みんなそういう感じなの？子供、A 学校の先生はダメって言うけどさ、勝つためなんだからしょうがないよ。みんなやってるよ。僕、だって。エージェント、黒土、遮る、そうかい。じゃあ、良い年の瀬を。子供、A じゃあな、おっさん、また正月になったらお年玉くれよ。少子でいいからさ、友達と交換するから。エージェント、黒土、お菓子を。子供、A そう。録音終了。ほい、海ゼロ、年ゼロ4月ゼロ1日、SCP-485JP 指定地域にて、1枚の紙片が発見されました。如来杯、20、年、3月末日、37レース。フォーメーション、3連単、1、みゆきちゃん、2、五郎くん、3、ひろうみくん、各組、23600000000、23600000000、合計、82枚、93520000000。193億5200万円。副車禁止、レース開始中の児童への接触、菓子の贈与は禁止。違反者は追跡します。